春光際北州とは、江戸時代の大阪の浮世絵師。松吉一氏半米の門人で後に、葛飾北斎に入門したと言われている。俗称樹兵。署名は、旬義美、後に、春交際、石家帝とゴース。大阪の沢良木町、石屋橋東詰めに住んだ。当初、半米門人として活動していたが、文政元年。 春交際北州と解明し、北斎が使った、吉野山の印を用いている。またよく文政2年以観光の北斎の絵で本、北斎画式には、節用な庭強合文人として、石家亭北斎の名があり、以後の画風にも、北斎風が伺えるという。ただし、北斎が、北斎から実際に、絵の指導を受けたかどうかは定かではない。大盤に式絵に限れば、 約300点を残したと言われ、上方では、質量ともに最大量の役者へを残した、浮世絵師であった。ひたすは、流行祭女系や松吉一氏の様式を受け継ぎ、それに役者が生える姿を強調する江戸の趣味を加味して、情報役者へを完成に導いており、文政以降の情報への方向性を決定づけている。役者への中では、大首へ 舞台画に特色があり、特本、芝居根本などにも描いていた。文化6年から天保3年までにかけての作品が知られているが、文世紀前半が北須の最盛期で、半身像の大首絵に名品が多く見られる。他に、門人の春長、春陽祭、北隆などと2枚、続くの西絵を合作したものもある。肉筆による役者絵も描いている。 春初祭北いただき春梅祭北栄をはじめ春行祭北春、春朝日、西北明、北震災春山、春信、及び堀市のカスなど、北須の門人は多く、乱英祭や四国系と上方の浮世絵界を二分する、勢力を形成した。他にも、北松、梅むしろ、春慶、春なぎさ、ガ県春芝、春子、春日式、 春里が門人であったと推定されるが仮作の絵師が多かった。造帝浮世絵には、はじめ松吉人氏の門人で春、吉見と称し,し、文政元年に北斎の門下となり、春光斎北州と改めたとある。ありがとうございます。